あ、もうクラブ系のごきげんよう。クラブ系のごきげんようということで、はい、全くあの何も構成は決まってないところから始まるんですけども、2時間前にしたんで、そうですね、じゃあまずは早速ですが、はい、本日のゲストをご紹介したいと思いますので、はい、登場していただきましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。ナイス、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、もう、はい、誰ですかという方も、はい、そうですね、たくさんおると思うんですが、はい、自己紹介の方。あ、すみません、じゃあ、クラブ系の、京と申します。今日、バスの京です。はい、はい、ということでね、はい、それでは早速ですが、はい、あの本家ごきげんよう、僕はあまり見たことがないので。あ、そうですか。あの、いまいちしっくりきてますけど、何かここでオープニングのところで、そうですね、何か書いてきてるんですよね。そうですね、今日は、はい、今日ちなみに何を、今日最近ハマってること、あ、最近ハマってることを書いてきたということで、はい、それでは早速ですが、今日君の方から最近ハマってること、はい、どうぞ。いきます。はい、腹筋をすること。はい、ちなみに腹筋をすることって言いますと、最近ちょっとダイエットをしておりまして、走って、はいはいはい、最近ちょっと近所を走ってるんですけど、ちょっと怪しいって思われがちなんですけど、ちょっと走っ、フリップ持っときましょうか。あ、そうですね、今から見る人がわけわかんない。そうですね、最近走っておりまして、はい、なるほどなるほど。ちょっとそこでちょっと近くに公園があって、そこの懸垂の機械にぶら下がって、はいはいはい、腹筋を、はい、腹筋しております。ああ、なるほど。健身の機会です。バースデー前なのに、はい、ダイエットを始めたと。そうですね、バースデー前なのに走り方を間違ってますね。そうね、走る方向性を間違ってます ね、 ね、本当にね、まさか今日も白スーツで登場していただけるとは思わなかったですけど、はい、これ普段着です。普段着、はい、なるほど、はい、昨日もそれやったもんね。昨日、はい、家でもこれです。寝る時もそれ、はい、寝る時も。ちなみにレイさんは何かハマってることはありますか。僕ですか、全然来ると思ってなかったので、何も考えない。普通に余裕を超えてましたね。あ、本当ですか。じゃあ早速ですが、はい、そしたらもう、はい、あの本家のあれ行きましょうか。行きましょう、はい、あのサイコロ、はい、サイコロトーク、今日急遽、はい、30分前に買ってきたばっかなので、はい、ちょっと新品の匂いをしますけど、はい、そうですね。あ、それではサイコロの方、あ、いいですか。ゲストの方から振っていただきましょう、はい、じゃあこちら、ご覧にね、ます、自分で、おっ、おっ、おっ、あ、すいません、中途半端やわ。あ、おっ、笑える話、お、笑える話、笑える話ですね。笑える話、はい、パート1。やってない、やってない、パート1はやらない、やらない、パート1はやらない、パート1はやらない、はい、はい、ということで、笑える話、はい、笑える話ということで、はい、ですね、笑える話、最近あったことですか。はいはい、最近あったこと、最近あったことで、笑える話、この前ですね、はい、つい先日、ちょっとご飯を後輩と、後輩に、はい、音を食べに行きまして。なるほどなるほど。最近あんまりね、食べないようにはしてたんですけど、食べる、食べに行こうってなって、じゃあもうやっぱり僕好きなものが辛いものなんで、はいはい、カレー屋さんに行ったんですよ。カレー屋さんに、はい、そこで、すごい辛いカレーを
子が食べとった、あ、後輩の子もそれ行きますわ、なるほど、なんやったらそれ行きますわ言ってきて、でもうバリバリ食わしとったんですけど、うん、カレーを、カレーを、はいはい、その後いかんせん野菜が食べれない、ああなるほど、はい、野菜が食べれないっていうことで、はいはいはい、野菜を食べさせとったんですよね、野菜が食べれない子に、はい、はいはい、野菜食わしとったんですよ、なんだこいつはと、うん、めっちゃ 言われたんですよ、うんうん、で、ちょっとこれやめましょうか、この話やめろよそこまで言うて、これなんかあのいろいろ考えたらオチないなと思う、オチがない、ちなみにそのオチっていうのはどういった形で、いや、オチなかったっす一回、あの最後まで行きますか、最後まで行くと、はいはい、カレーやで、ね、野菜の食べれない後輩にに野菜を食べて、次の日体調悪くして休んだっていう、次のやつ行きましょうかね、そこれちょっと笑える話ちょっと難しかった笑いでやってきた、逆に何やったらいけんの、ね、何でもできるんですよ、一応振るけど、はい、何でもどれって言ってほしいとかある、あ、逆にね、逆にこれ出ろみたいな感じで答え、もう2回目で早速、もう1回目でね、初回でそこで失敗してしまった、ね、操作ありの、操作サイコロ、操作あり、いやもうこれはもうぶつけでいきますか、やっぱりぶつけでやっぱりぶつけでやりましょう、はい、そしたら振りましょうか、はい、行きます、おっ、あった、あ、これやっちゃうか、お、これいける、これいける、なんでしょう、恋の話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 、パート1、それやれ、やれやれやれ、これはやらない、本家はパート1はやらない、うー、ドキドキとやりますよね、そうですね、そうですね、はい、いいですね、ということで、はい、若干さっき YouTube で勉強したばっかりYouTube で勉強したばっかりの、じゃあ早速恋の話、恋の話、これはね、もうそれはもう皆さんも、はい、まあ、僕たちもホストなんで、はいはい、ホストですが、まあこれまでもね、ホストやる前のやっぱり恋愛の話とか、はいはい、恋の話もあると思うんで、はいはい、聞きたいですね、恋の話ですね、はい、この白スーツ着てて恋の話がないとはほんま言わない、いや、ありますよ、あります、何回目ですか、金のこれはもう本当にもう365日着てるな、何着目ですか、これ3着目ですね、3代目です、はい、ということで、京くんの恋の話、はい、そうですね、はいはい、恋バナですね、はい、略して恋バナっていうコメントがあったんですけど、恋バナです、ね、コメントも見ながら、そうですね、あ、皆さんここにコメントがずらっと並んでるんで、僕たち届いてるんでね、右イケメン、はいはいはい、右イケメンね、はい、画面右でしたら、レイくんの彼ですね、そうですね、はい、じゃあ恋バナ、恋バナ、本日のゲストは京くんなんだよね、そうですね、恋バナ、はいはい、恋バナで言うと、僕、大阪の時に2年ぐらい付き合ってる人がいて、はい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 、で、まあ、2年ぐらい付き合っとって、ずっと一緒に住んでるし、うん、あ、これもう、いろいろ考えなくて、なるほどなるほど、酒のことも考えてたから、はいはいはい、男ですね、ああ、そうですね、で、まあこう、いろいろこう、いろんな、まあ、デートとか行ったり、はいはいはい、デートね、はい、行くようになってきて、ちなみにデートっていうとどういうところが、あの基本的に大阪のデートって言えば道頓堀、道頓堀、やっぱり、はいはい、やっぱり道頓堀川、はいはいはい、とかね、あの行ったりとかして、で、で行って、行ったりとかして、はいはい、いろいろいい関係を作ってたんですよ、なるほどなるほど、親、両方の親挨拶して、挨拶したりとかして、はいはいはい、ね、しとったんですけど、はい、こういろいろその最後にもうこう、なんていうんですか、もう終わろうと思ったけ、まあ、まあ結果は終わってるんで、まあまあ確かにね、結果は終わってる、その終わるまあ、でも行き先がギューンって終わってるんですけど、その終わりに至った経緯っていうのは、2年間付き合っとって、うん、で、ある日友達から電話がかかってきて、はい、あの子見たで、はい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 、京子の彼女見たで、なるほどなるほど、お、まあ、そうなの、どこおったん、
ね、まあ近所におったよって言ってで、おったよってなって、はい、で、電話したんですよ、はい、男とおったよみたいな。あ、そうなの。友達から男といたのはい現場を情報が、はい、現場を、はい、なかなか垂れ込みが入ってきまして、厳しいですね、はい、それは。で、なんだと、うん、で、電話して、どういうことやと、これどういうことや、浮気かと、うん、ほんでもうその時もちょっとキレて、まあそれは浮気じゃないって言ったら、まあ浮気相手あんたやって。おお、なるほど、はい、友達目撃した友達は、はい、京君の彼女が他の男と歩いてるよと。そうです。まあ言えばよくよく考えれば他の男っていうのは君だったってことですね。そうですね。他の向こうからしたら他のこと、悲しい話そうですね。僕もこれ何でしたっけ、 恋の話、はい、恋バナ、はい、本当にねドキドキっていう。あ、ドキドキした、初恋。あ、初恋の話もあるんですね。今ちょっと悲しい話になってます。はい、そうですね、悲しい話、ね、はいはいはい、初恋、初めて付き合った時は、うん、中学校1年生、はいはい、早いね。はい、あ、早いですかね。早い、まあ、まあ早い、はい、ね、で、初恋の人の名前はドーバーハヤちゃん。出していいの？初恋の人の名前出せみたいな感じ。あー、あや、はい、ちゃん、はい、はい、ドーバーハヤ、はい、ね、はい、席替えもしようよ、はいはい、はい、次しますね、はい、ドーバーハヤちゃんと付き合ってたんですけど、はい、まあ、彩香ちゃんもしかしたら見てるかもしれないんでね。そうですね、当時の京子の、はい、第一中学校にただフルネームで出してよかったんで、ほんと気になって仕方がない。生放送なんで気をつけてくださいね。生放送最近ネット見て回してきましたね、はい、あれですけど、ね、そういうで彩香ちゃんと、はい、付き合ってたんですね、はい、まあ、好きだと、この僕が、なるほど、言われたと、はい、いきなり、はい、喧嘩やな、喧嘩ですね、はいはいはい、好きだって言われて、はいはい、事件だこれは事件だ、はい、急に呼び出されて好きだって、どうしよう、どういうもんないと思って、まあ一緒に帰る方向も違うんで、学校出て右、まあまあまあ、まあ、これ付き合うってなんだ、毎日電話したらいいんかと、うん、あ、まあそれね、はい、もう当時はもう付き合ったことがなかったのはわからないですからね。毎日電話するもんなの、うん、電話してたの、うん、ある日、お母さんが、僕その当時携帯持ってた、はいはい、携帯で電話しとったんですけど、はい、お母さんがめちゃくちゃキレられて、はいはい、携帯で5万ぐらい来たって。なるほど、とうとう彩香ちゃんが出てきましたね。そうですね3人ぐらい出てきた3人ぐらい、ね、僕ってなってますもんね。やっぱり彩香ちゃん見てくれてるということで、そうですね、はい、そのね、うん、携帯で5万来たっていうことで、うん、親の力で別れさせられた。なるほど結局はまあ悲しい話に結ばない、いやいや、結ばないでしょ、恋の話で、恋バナから、はい、じゃあちょっともう最初の予定ではなかったんですが、はい、席替えを望んでるので席替え行きましょうかね。そうですね、それでは、はいはい、行きましょう一回、はい、席替えのはどんな感じでしたか、ご機嫌ようは持ってこう動くんですね、一個動く、じゃあ一個動きましょう、はいはい、席替えタイム、イエイ、はい、右前左前でしょ、はい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 、まさかの、まさかの、まさかの席替え、急遽はい、とてつもなく緊張してたみたいなんで、めちゃめちゃ緊張してました。ハマってることから、ハマってることからまず行きましょうかね。ハマってること、おちょっと繋いでもらって、ね、さっきまでちなみに、はい、僕が言えたら小堺さん役だったんですよね。そうですね、今日ボケて小堺さん役だったんですけど、よくよく考えればレイ君は何役だったのかっていう、ライオンさん、本当ならライオンさん喋ってないですか、そう、ライオンさんは喋らないし、ハマってることで、まあゲストだったんですけど、今からちょっと
本気のやつですか？本気の、本気のやつ、本気のやつ。やっぱみんな本気の素のレイ君を多分知りたいと思うから、はい、レオン君ですね。レオンさん役、まあ、5人見てペンが書けない、うん、書けない。じゃあ口頭でいきますか。口頭でいきましょうか。ほんまに書かない、本当にペンが出ないのに、はい、ね、ペンが出ない。そうですね、マジックなさ、マジックあります。あ、すみません。ね、ダイエットの効果は出てるんですか？ちょっとシュッとしたんでね。なるほどなるほど、はい、別にこう笑いとかもなく、あ、もうガチでガチでやって、はい、あ、これはこれは、じゃあまず、はい、2番目のゲスト、はい、小堺も交代ですか？小堺交代します、交代しますか？いや、白スーツやからな。そう、小坂井このまま行こうか。う、はい、行きましょう。僕が、僕のまま、はい、じゃあ2人目のゲスト、はい、じゃあレイ君のハマってるところどうぞ。好きや、おー、好きや。あー、あの、はいはい、某有名、某有名、まあ名前出てもらってるあの、吉野家とか、はい、松屋とかの並びの好きや。一番好きや、はい、うん、好きや、はい、ちなみに好きやでハマったきっかけは、僕明太子好きなんですけど、明太子ね、明太子とマヨネーズ好きなんで、はいはい、だから明太マヨ牛丼。ああ、なるほどな、ね、結構昔からあるメニューだった。そうなんですよ、もうそこ一筋ですね、うん、あ、もう改めて最近好きにハマってしまった。こっち好きやなあ、いや、まさかね、本当に好きやな。レイ君が付き合いに入ってるのは僕も見たことがないんですが、多分こっそりと、こっそり一人付き合いを、いや、ね、割とね、京君と言ってます。そうですね、言ってるんですね。もしかしたらじゃあ歌舞伎町近辺の付き合いに行くと、ね、この二人に会えるかもしれないという、はい、ちなみに会える確率が高い時間帯っていうのは、時間帯ですか？時間帯、朝定食が始まるちょっと前ぐらいってことは時間も絞られてきましたね。5時5時前後5時前後の、歌舞伎町近辺のすき家に、はい、レイ君が出没するというのでね、もし何か見たかったらもうぜひニコ生見ましたっつったらもう払いますわ。そうですね、ニコ生見たと言うとレイ君のおごりでもらえ、食べれるということで、はい、はい、それではね、一旦 CM を挟みたいということで、その後レイ君のサイコロなので、じゃあそれでは一旦 CM どうぞ。このテロリッタレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。もう結構もうバシバシ行くタイプなんで、結構事務所で白目向いたりとか、僕のことを白目ベースって思ってる子もいるかな。まあ、もう年も年でやっぱり3日酔い、4日酔い行っちゃいますね。いただきます。めっちゃいいよ、すごい。いや、めちゃめちゃ飲みやすい。30分でびっくりしました。だってもう今だったらもう本当に服が全部言えますね。30分でこんな効くと思わなかったんで、8本ケース買おうかな。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。
はい、ということで、はい、今も完全に素のオフの状態が一瞬出てしまったんですけども、はい、それでは早速ですが、はい、レイ君のサイコロ、サイコロタイム、はい、音楽をお願いします。何が出る何が出る何が出る、おおおどっちやこれ、おおおこっち行きましょう。一番腹が立ったこと、うーん、一番腹が立ったこと、うーん、プンプン、ということで、あったっすね、ありましたね、あったっすね、はい、ということで、はい、これはまあ最近でも近あの過去でもいいね、一番腹が立ったこと、はい、出ませんこれ、はい、そう、元からだった、じゃあ持ってきましょう、持ってきましょう、はい、一番腹が、あの僕お母さんいてるんですけど、お母さん、なるほど、はいはいはい、お母さんはちょっとあのちょっとだけパンチ効いてる、はい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 、僕あのホストをすることを反対されてたんですね、はい、なるほど、もともと大阪でやってたんですけど、まあ、まあ、東京に上京する際に、うんうん、あの今の社長がそういうに来た時に、あんたは騙されとる、なるほどなるほど、はい、そんなそんなこのタイミング東京行くなんかありえへんと、なるほどなるほど、やめなさいと、はいはい、だけどその僕はその当時、まあ、社長と仕事したかったんで、うん、もう反対押し切って行ったわけですよ、はい、はいはいはい、で、まあ仕送りとかするじゃないですか、はいはい、仕送りの、まあ、額が、はいはいはい、大阪に行ってる時よりも多少増えたと、うんうん、なるほど、はい、別にそのことを言ったわけでもないんですけど、はいはいはい、言われたわけでもないんですけど、はい、で、一時日線ってあるじゃないですか、はい、あの日線カタログの、はい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 、あの通販の布団やら、はいはい、家具やらいろいろありますよね、はい、日線のまあその住所いるじゃないですか、住所ありますね、東京高速道路、なるほどなるほど、である日日線から請求書が来たんですよ、あ、はいはいはい、はいはいはい、頼んだこともない、なるほどなるほど、で待ってみたら、うん、あのソファーを買ってて、はい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 、見たことない、まあまあ一線も多分ピンからキリまであると思うんですけども、ソファーは買われてて、あの届け先が実家やった、はい、なるほど、それは腹が立ちますねで、はいはいはい、まあそれはまあいいじゃないですか、ソファー欲しかったよ、まあまあまあそれも親孝行の一つと思えばね、はいはい、で僕は9月誕生日なんですけど、ああなるほど、あの8月、大体毎年8月入ったぐらいから、うん、はい、欲しいもの、画像が、ああ、はいはい、3日に1回ぐらい送られて3日に1回ちなみに、覚えてる中で、いろいろ送って、3日に1回なら覚えてる中ででもいいんで、画像の中であったものといえば、はい、もう、電化製品、電化製品ね、はいはいはい、はい、まあ今やったら、今この場で言うのなんなんですけど、はいはい、僕はあのポストを5年やってるんですけど、はいはい、人にパソコン3台買いましたからねなかなかね、なかなか人に、はい、人に言っても1人ですけどね、お母さんだけですけど、まあ、1台も買ってない僕から言わせるともうほんまにすごいですね、はい、一番、まあでもこれも一番腹が立ったことという感じやけども、まあ言えばまあこれも親孝行というかね、そうですね、いい話じゃいい話なんでね、いや本当にどんな話でもこの話したら思いましたよなるほど、はいはい、そしたらね、やっぱりこれ皆さんこういろんな項目があるんですが、はい、ありますね、やっぱりレイ君にどれを言ってほしいのかっていう、今一番早かったやつじゃあもう、そうですね、で今コメントの中でレイ君にどんな話をしてほしいのかっていうのが、はい、もしあれば一番早い、当たり目ないんですよね、次作っときましょうね、向井さんとは喋ってほしいこととかちなみにあれば、はい、何がある、何がある、イケメン下ネタ、あ、じゃ あ好きなタイプ、これいきましょう、じゃあ好きなタイプ、好きなタイプ一番早かったので、はいはい、正義登場、いやまあ好きなタイプが一番早かったんだよね、好きなタイプですか、はい、すごい面白くないことを言うんですけど、あ、家庭的な人、家庭的、いや大事ですね、はいはい、ちなみにじゃあ女性、
家庭的やと感じるポイントとかあれば。ポイント高いところは、はいはいはい、ご飯とか一緒に食べに行って、はいはい、座敷とかやったら靴脱ぐじゃないですか、はいはいはい、でまあその男の人が先上がらしてくれるじゃないですか、うんうん、で先上がったら靴そのまま置くじゃないですか、はい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 、で自分もで上がるときにちゃんと靴揃えてくれる人がいます。ああそれは何というかこの家庭的というかもう女子力が感じられます。女子力本当大事ですからね。本当にこう僕もあんまり言うのもあれですが、はい、足の組み方っていうのがすごく女性の足の組み方っていうのがすごく気になるタイプ。あ、はいはい、これがもうちょっとでもこうなってたらもうちょっと僕の中ではないっす。もうちょっと詰めやんかいと、はい、守らんかいと、ね、守らんかいとね、はい、トライアングルゾーン。そうなんですよね。これはもうほんまに僕のお客さんなら言われたことがあるかもしれませんが、足を閉じろ、足を閉じろとよく言ってるんですがね、はい、なるほどなるほど。ちなみに本日のメインのゲストのキョウくんのなんか意気込みとかね、やっぱね。そうですね。今日本日ちなみにですがちょっと紹介してなかったんですが、はい、リアルバースデーなんですね。はい、リアルバースデー、リアルバースデー込みの、はい、7時から夜の19時から、はい、クラブ K でなんとこちらキョウくんが、はい、この放送が終わった後ぶっ続けでバースデーイベントを、はいはい、するっていうことでね。そうですね。今からお花とか送ってくれてもいいですか。うん、そうですね。今からも全然今からでももうぜひぜひ間に合いますので間に合います。でね、今これを見て、はい、もしかしたら来てくれいただける方も、はい、現れるかもしれないんで、はい、このままちょっと宣伝というか PR というか、はい、本日、19時より、今日、バースデーイベントクラブ K にてありますんで、絶対面白いバースデーにしようと思ってますんで、ぜひともご来店お願いします。はい、パグって来てます。ちょっと真面目だったのでね、はい、ちなみにその、もし来たらどなんか、なんかいつもと違うっていうのを言うというかんと。そうですね。何が面白いかも分からへんかもしれない。衣装が変わります。衣装が変わる。衣装が変わる。もう生放送でもう出してもうたし、1時間何やったら僕キョウくん今日白スーツ着るから写メ送るわって言ってたけども、はい、出してもうたから、ね、出してもうたっすね出してもうたんで、まあその方も見てくれてるかもしれないんで、はい、もしかしたらあれかもしれませんが、はい、ね、はい、じゃあもうそろそろ放送の方も、はい、お時間が近づいてきたということで、はい、まあ、来週のゲストはまだちょっとわからないんですけど、誰出してほしいとかね。あ、そうですね、誰が出たいとか、うん、まあ、ちなみに僕とレイ君はこのまま、はい、レギュラーで、レギュラーで、毎週出演することになるんで、もし何か要望とかあれば、はい、ぜひぜひ言っていただけると。はい、ということで、また、ね、ぜひ、今日、きょうくんのバースデーイベント、はい、ぜひ、来てください。クラブ K のごきげんようでした。よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。